皆さんこんにちは。八尾福音教会あけぼのチャペルの伊藤勝利です。今日は5月2日金曜日です。そして今日の聖書の箇所はサムエル記第2、1章の17節から27節まで。今日はダビデがあのサウルとヨナタンの死の出来事、その知らせを聞いて、そして哀歌を作ります。その哀歌の内容から今日は皆さんとご一緒に教えられていきたいとそう思います。サムエル記第2、1章17節から27節。ダビデはサウルのため、その子ヨナタンのためにこの哀歌を作り、この弓の歌をユダの子らに教えるように命じた。これはヤシャルの書に記されている。イスラエルの誉れはお前の高きところで殺された。ああ、勇士たちは倒れた。これをガテに告げるな。アシュケロンの巷に告げ知らせるな。ペリシテ人の娘らを喜ばせないために、割礼のない者の娘らを勝ち誇らせないために、ギルボアの山々よ、お前たちの上に梅雨は降りるな。雨も降るな。生贄が捧げられた野の上にも、そこでは勇士たちの盾は汚され、サウルの盾に油も塗られなかった。ただ殺された者の血、勇士たちの油のほかは、ヨナタンの弓は退いたことがなく、サウルの剣は虚しく帰ったことがなかった。サウルもヨナタンも愛される立派な人だった。生きている時にも死ぬ時にも離れることなく、わしよりも早く、おじしよりも強かった。イスラエルの娘らよ、サウルのために泣け。サウルは紅の薄絹をお前たちにまとわせ、お前たちの装いに金の飾りをつけてくれた。ああ、勇士たちは戦いの最中に倒れた。ヨナタンはお前の高きところで殺された。あなたのために私は悲しむ。私の兄弟ヨナタンよ、あなたは私を大いに喜ばせ、あなたの私への愛は女の愛にも勝って素晴らしかった。ああ、勇士たちは倒れた。戦いの器は失せた。今日は昨日に引き続いて、ダビデがサウルとヨナタンが戦死したという知らせを聞き、そして彼らの死を悼み、そして哀歌を作ってサウルとヨナタンの死を悼んだという、その実は哀歌の内容から今日は皆さんとご一緒に教えられていきたいとそう思っています。まず考えるのは、サウルが死んだということはダビデにとってはもう追いかけてくる、あのある意味敵とも言うような、サウルがいなくなったということ、これは喜ばしいことではないでしょうか。しかしダビデはこの出来事を通して喜ぶどころか心を痛めます。ヨナタンは大親友でしたから、その死を悼むのは当然と言えます。しかしその父サウルは、自ら何のサウルに対して悪いことをした覚えがないのに、そしてまたその王の地位を狙おうとした、そんなことは全く考えていなかったのに、一方的にサウルに妬まれ、憎まれ、そして命を狙われたのです。そのサウルがいなくなった、これはダビデにとって目の上のたんこぶ、まさに一番の厄介な人物が死んだのですから、喜んでも不思議ではないですよね。しかしダビデがここで歌っている哀歌、哀悼の歌は、なんとサウルとヨナタンの両方を称賛し、そしてその功績を称える歌を作っているのです。
ヨナタンだけではないサウルのその功績さえもダビデはなんと褒めたたえるのです。なんでこんなことができるんでしょうか。今まで自分に対して散々なことをしてきた王なんです。にもかかわらずそれまでのサウルの功績の一つ一つを取り上げ、そしてそれを称賛し褒めたたえているのです。ダビデは人の悪い面、良い面、その中で良い面を見ることのできる人であったということができるでしょうね。まさにサウルはとても問題を多く抱える人物でした。人間的にも問題がありました。そしてその性格的にも問題が確かにありました。そしてダビデから見るならばもう問題だらけの人物です。しかしもう一面でサウルが王として実は立てられていた間、イスラエルはその戦利品の多くを通して非常に繁栄したというのも事実なんです。つまりサウルはイスラエルにとって大きな貢献をした人物でもあるんだということ、この事実をダビデは非常に評価しています。公平に見ています。ここにダビデの視点の素晴らしさがあります。私たちはつい人を見るときに良い面を見るでしょうか、それとも悪い面を見るでしょうか。多くの場合は私たち人を見るときにまず人の弱点を見つけて自分が安心したい、ああ自分の方がこれは勝っているって何か思いたいところありませんか。私たちはつい悪いところを見てしまうという癖があります。しかしダビデはその人の良いところに目を向けるということができた人です。ここにまたダビデという人物の器の大きさ、そして神様が選ばれた理由がまた見えてくるのではないでしょうか。しかしこの愛歌を通して私たちはダビデの素晴らしさを知るだけではありません。実はその良いところにのみ目を向けてくださるお方がおられることを今日もう一度知りたいのです。そのお方こそ、そうイエス・キリストです。イエス・キリストは私たちの罪にことさら目を向けることをなさらなかったのです。私たちの問題、欠点、弱さ、それらを挙げつらうならばこれはいとまがないでしょう。いくらだって、そして私たちを結局断罪することをもししようとするならば当然簡単にできたのです。でも神様は私たちの弱点や何より罪を直視なさりながらも責めないのです。そしてなんと旧約聖書では神様はこうおっしゃっています。私はあなたの罪が西と東がはるかに遠いように、私はあなたと罪と遠く見る。そのように私たちの罪とそして私たち自身とを分けて見てくださるのです。これが神様の視点です。そして救われた後もそうです。私たちの罪を見ないだけではなくて、私たちが何か神様のためにさせていただきたい、そう願って私たちが奉仕をします、伝道をします。しかしそれらの一つ一つの結果を見るお方ではなくて、そうではなくてその動機を見ていてくださいます。大きなことができなくても、立派な成果を上げられなくても、私たちがどんな動機で神様の前にさせていただいたのかということを大切にしていてくださるのです。イエス様の視点、それはまさに良いところにのみ目を留めていてください。そして本当は賭けだらけ、日々だらけ、失敗だらけの私なのに、そうじゃない、あなたは立派だ、あなたのしてくれたことを本当にありがとうと言っていてくださるお方、それがイエス様の視点です。ダビデが持っていた視点、それはまさにイエス様の方と言われるダビデ、
イエス様ご自身が私たちにいつも愛と恵みの目を持って見ていてくださるんだということ、これを今日のダビデのこの姿勢から私たちは教えられたいものですね。今日はサウルに対するダビデの見方、そう良いところに目を留める、問題やましてや自分をつけ狙った宿敵という視点ではなくて、あのサウルも神様に選ばれた王としてとても大切な働きを担ったんだということを評価するダビデの視点、これは私たちに向けられるイエス様の視点とまさに重なります。本当に出来の悪い私たちであっても神様はありがとう、素晴らしいよ、助かった、そう言ってくださるお方なんです。ですから私たちは私のできることを喜んでさせていただこうではありませんか。一言お祈りさせていただきます。天の神様、私たちのできることは本当に小さいことです。でもそれを大きく喜んでくださるイエス様、あなたがいてくださいます。あなたの視点は私たちの失敗やまた間違いに目を留めるのではなく、私たちがイエス様に何かをさせていただきたいという動機を見てくださり喜んでくださることを感謝します。これからもイエス様にただ小さくても愛を込めて喜んでさせてください。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。神様の祝福がありますように。